アリス、アリス、僕だよ、僕なんだよ。お前なんか知らんわ。それを判断した基準っていうのが声でした。いやあ、切な健介だよ。見苦しいものをお見せしたね。特に意味はないんだ。さて3人目の夢のところ行くんやな。真ん中かこれ。いやこれ感じ的にこっちやな。鍵かかってる、こっち。ああ、そうじゃないわ。確かあれやな、レティの時にもなんか一旦こっちに戻ってこいつに話しかけなあかんかったな。そうだったそうだ。おかえりなさい。こちらが笑顔で言っているのにそんな顔をされていては不快ですね。しょうがないわだ。俺目の前でいろんなグロテスクなものを見てきてしまったんじゃ。そんなんで笑顔で折れると思うか。無理だよ。いえ、無事鍵も回収できているようですし、お疲れ様です。そういうこっちゃ、もう疲れとんで、こっちは。それでは世界のものは回収させていただきます。ページの切れ端もまとめておきますね。どうぞ。朱色の手帳、あれ赤じゃくて朱色なんやな。まあどっちも似たようなもんか。それでは次の世界への扉を開きましょう。よっと。次もよろしくお願いします。ああ、あと2回同じことをしなあかんのかって思えばちょっと大変ですね。一応セーブしとこうか。ちょっと早いけど、ここかな。あ、こっちか。おお、お前か、リック。リックでは撮ったよな。よう、アリス、いい天気だな。こういう時はな。そう、遊ぼうぜ。その反応、結構きついぜ。ごめんよ、ちょっとスキンシップというか、そういう類のやつやってみたかったんよ。なわかった、うなずく。おう、元気だな。じゃあ、クローゼット開けようぜ。よっしゃー、何が入っとんや。まさか表のピストルとか入っとん。よし。え、なんで手が震えるん。ああ、これまで、ね、開いたらすごいいろんな世界に入ってしまったけん、もうこれ以上行きたくないっていうことが体本心ではあるんやな。でも行かなあかんのです。なんこれ。え、リクって結構お金持ちの家の子だったか、もしかして。え、すごいなこれ。こんなベッド見たことないんやけど。これはランプ。時代が古いんやな。その割にはテレビがある。ランプを使える時期にテレビってあるもんかな。こんな形のやつさ、もうちょい古いんならわかるけど。まだ金のメダル、何も見えない。マザーグース。どこの家でもあるんやな。あ、読んでしま、内容違わない。マザーグースの第何巻とかいうのが各世界に一つずつある感じか。第3巻あたりなんかな、これ。かもしれん。帽子や洋服がたくさん入っている。うん。これはスゴロク。リックスゴロク作るのが好きなんじゃん、もしかして。俺小さい頃スゴロクよく作りよったんやけどさ。だいたい上がりの一歩手前はスタートに戻るのやつなんやな。そういう鬼畜仕様なんやな。ひどい時はね、上がりの一つ前、二つ前、三つ前が全部振り出しに戻るだったりする時ある。広そうな家やな。一夜真っ赤、みんな真っ黒、一だけ真っ赤。1の裏は6、3の裏は4、2の裏は5やね。サイクロやこれ。字が潰されていてわからない。いや、わかるよ。なんかにある7をどっかで言わなあかんなり打ち込まないかんなりのやつがあるんだろうな。
なんかこの音楽いいな。落ち着くっていうか、この後になんか悲劇が起こるとか言うんが、なんかおるで。何こいつ、初めて見るな。うらうら、表、後ろ、前、前、どっち？1、4、6、2の裏、裏、裏。はい。裏、わからない。裏。何を言ってるんだ、この人は。どんな気違いがおるわだ。裏ね、さっきのサイクロンに通じるもんがあるんだろうな。ヒゲが入っている。着眼点はそこなんじゃ。リックはどこだ？影かかっとる。上かな？なぜかこれ以上進めない。何？ここに変なバリアとか貼っとん。よくあるよね。小さい頃にバリアとか言って遊んびょったよね。リックがなんか向こう側でバリアっていう遊びをしてなんか本当に行けんようになったパターン。そんなわけないけど。え、こっちも。え、なんで、え、こんな高級そうな家なのに結構欠陥な作り方されとるんか。え、これなんか穴開いたんか。穴開いたけんって何かあるわけじゃないんだよ。リックはどこだろう。えっ、結構穴開くんやな。こっちは、あれ、ほんとリックどこ。なんだなんだ。なんもないの。とりあえずいろいろ探してみようか。あー、これやな。なんもないな。で、なんでこっち行けんの、ほんとに。そんな魔法払ってもいいやろ、リック。てか、こいつ何のためにおるんかわからんし。え、あー、これ2回連続で喋りかけなあかんかったパターンやな。1462の裏裏裏。1462の裏裏裏ってどういうこと ?1462 の裏。え？ややこしいこと言うな、お前。裏、わからない。裏。あ、要するにまあ、1462のそれぞれの裏をつなげて4桁のパスワードみたいな感じにしろって感じだったんかな。だとしたらまあ、簡単っちゃ簡単やけど。つまりこの場合は6315か。6315よね。うれ、6315うれうれ1462 6315。あげる。え、なに。おうおう、お前もか。お前も手帳の切れ端いただいたパターンのやつか。リックどこだろうな。リックじゃないな。あれリックや、あれリックやったっけ。あれリックはレティと一緒におった男の子で、あれあれまあいいや。月が落ちてきたんだ。丸い大きな月が。お母さんにそう言ったら驚いた顔をして少し微笑んだ。本当は月なんか落ちてなかった。月は空からこっちを見下ろしてた。でもお母さんのその顔を見るのが好きでいろいろ言った。大きなトカゲが喋ったんだ。隣のおじさんは空を飛んだし、猫が池を泳いでいた。どんだけメンヘンチックな考えを発表しようにゃ。ただお母さんがだんだんだるになってくるパターンなんだもん。話をするたび、お母さんはたくさん驚いて、たくさん笑ってくれた。これをさ、世間一般的には愛想笑いって言うんですね。子供がいてやけんしょうがない。でも、だんだん笑ってくれなくなった。それはあれやな。同じネタばっかやいよったら、どんどん受けんようになってくるっていう、そういうタイプの類いだと思うやな。その次の日からお母さんはこっちを見てくれなくなった。見るぐらいはいいやろ。お母さん、この子なんか頭いかれてるんじゃないのぐらいの感覚になっとんか、もしかして。
かわいそうに。あ、なんか開いた。こっちか。お、お前なんだったっけ、リック名前。リックって言ってしまったけど、リックじゃなかったような気がするな。ん？アレンか。なんだ、びっくりしたな。鍵なんてかけてないぞ。どのドアも全部開いたし。え？ちょっと待って、お前、そんな嘘つかんでいいぞ、お前。もう嘘はいいぞ、お前。今日はエイプリルフールちゃうけんな。4月1日じゃない。今日収録日は2月24日。あ、4ついとる。先生？いや、知らないけど。ここは夢か。はあ。僕が聞きたいんだけどな。夢じゃないの？僕の家に似てるけど、こんな狭くないからさ。もっと広いんか。お前の家もっと広いんか、すごいな。どんだけなんかの御曹司なんか、お前は。なんかの財閥のさ。そうだよ、最近こんな夢ばっかだな。誰もいないし、ここで一人スグロクやってたけど。一人でやるもんじゃないぞ、スグロクって。それかわいそうやな。一人でやりたくないゲームランキングで結構上位にあるやつやな。アレンがいるんならいいや。どっか行こうぜ。他のやつもいるかもしれねえし。ん？なんでそんな顔するんだ。いや、ごめん。アレンについていくからさ。どこでもいいよ。よろしく。こいつの名前、あ、ジョシュアか。忘れとったじゃん。ジョシュアね。オッケー。とりあえず調べて。これか、お前が作ったスゴロク。こいつのことやけん、誰かに嘘をつく。できなければ一回休みみたいなのがあるんだろうな。スゴロクが好きっていうよりサイクロが好きなんだ。だから一人の時はよくサイクロ転がしてるんだ。楽しい、それ。楽しい。女子はって意外とぼっちなん。ぼっちな、ぼっちゃん、ぼっちちゃん。なんそれ。自分で言うてもちょっと意味わからんな。ぼっちちゃん、ぼっちちゃんの女子、あ、女子ちゃんのぼっちゃん。あ、なんそれ。バリアはどうした、行けなかったのに。アレン、階段登れなかったっけ。バカにしとんか、お前。それぐらい登れるわ、そういう問題ちゃうんだよ。なんでそんな目で見るんだ、冗談だって。あ、登れたし。なんか登れちゃったし。さて、まだ部屋ある。なにこれ、すごいでかい部屋やな。どっかの、え、これ先生じゃない。え、先生か、これ。あれ、先生いるじゃん。ほんと先生で、これ。え、なんで先生こんなところ。ぐ、アレン君に、ジョシュア君か。君にはいつも言ってるけど、腰を叩くのはやめてくれないか。先生意外と腰弱いんすね。そんなに若いのに腰をギシギシ言わせてる。お大事にしてくださいよ。将来まだ長いんですよ。だって先生いつもこうしないとこっちに気づかないじゃん。ああ、先生痛いところ疲れてる。そのギシギシ言われるウィークポイントを狙われんかったら気づかんて、どんだけ集中したの先生。あ、空気悪うなった。なんか空気悪うなってしまった。先生こういういたずらっ子に対してのなんか返すスキルなかった。うっ、こっちも結構きついね。次からは脇腹も禁止だ。ああ、なんか空気がどんどん悪くなっていく気がする。それを物語るようなこの点点点。というより、なんで先生いるの。夢だから出てきても不思議じゃないけどさ。夢とはちょっと違うね。僕的にはここにアレン君がいることに驚きなんだけどな。え、なんで俺がおったらあかんの。なに、お前ら、先生俺をのけ者にするなよ。みんなおるのになんで俺だけおったらあかんみたいな感じになったん。あ、もしかして俺の誕生日のお祝いのためにこっそり準備しよったん。あ、ごめんな、ちょっとごめんな、ごめんな。なんか誕生日祝ってくれるんや、なん
な、そういうことか。じゃあ俺どっか行かなあかんな、行けんけどな。君たちはここにいなさい。できれば動かない方がいい。はい、どういうこと？これ以上進むんじゃない。先生はそろそろここを出るから気をつけるんだよ。呆然としてればな、よくわからんことを言い出した先生。先生のボケのに入っていたんだけど、なんだろうこれ、髪切れ取ったんかよ。さっきの腰叩いた時にちゃっかりポケットの中に手入れたんじゃ。何だお前、すごいな、やり手やな。なんだよその顔、先生がぼーっとしてるからだろ。大丈夫だって、代わりに雲のおもちゃ入れておいたからさ。お前結構いたずら好きやな。だけん友達がおらん、一人でスグロクってパターンなんか。かわいそうに、俺は友達になってあげないけどな。欲しいの、変なやつだな。ほら、びっくりした、なんか雲のおもちゃの方をもらったんかと思った。とある日、お父さんが寝たまま冷たくなってるって言った。久しぶりにたくさん驚いてくれた、すごく。その後すごく怒られた。でもやめられなかった。毎日のようにお父さんが冷たくなるって言った。その度驚いて、その度怒られた。そんな嘘をつくもんじゃないよ。それだけはさすがに怒るわ。それが良かった。結構精神的な窓なんかな。怒られて喜ぶって、驚いてくれる時だけ僕と話をしてくれるから。ああ、そういうことね。うん、何だったんだ、夢じゃないなら何なんだ。先生いっつもよくわからないことばっか言うよな。そうだな、僕がバカなだけか、あれ。ノリツッコミ。お前結構面白いやつやな。なんか意地悪でなんかいたずらっ子でバカで面白いってなかなかいけらやな、女子やよお前。よっしゃ、セーブ。2回目も見てもらってちょっと分かったと思うんですけど、女子はっていうはね、モチーフになったのは狼男なんですよね。だからあんなに嘘ついて、お父さんが死んだって何度も嘘ついたと。その後どんなことが起きるかっていうのは今からでも想像できてしまうけど、まあとりあえず次のパートもお楽しみに。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。週明け